ジャン・フランソ・オアドゥラ・ギーシュ・ホーンコートの戦いは三十年戦争における六百四十二年五月二十六日にフランスとスペインがノールパドカレー地域圏のオヌクールス・ユール・エスコーで行われた戦闘。なお、ホーンコートはホーネコートを英語読みしたものである。六百四十二年春、フランスのリシュリューはルシオンのペルピニャンを包囲するために来たフランスの 各都市には最低限の守備隊を残すこととし、軍主力を南フランスに集中した。これに対して、フランドルのスペイン軍司令官、フランシスコ・デ・メロは攻勢に入り4月19日に、ランスを占領、さらに22日間の包囲の末所をラバセを占領した。援軍が得られる望みのないフランス軍は、主勢のまま海戦を避け、 各要塞に立てこもるのみであったが、ラバセの陥落により、アルクール率いる1万7千名は、ブローニュシュルメール方面に、ギーシュの率いる1万名は、シャンパーニュやベルマンドは方面に分断されてしまった。やむなく海戦を決意したギーシは、スヘルデ川を防衛線とはせずに、法ンコートそばの丘に、陣取って、スペイン軍を待ち構え、軍の中央に、不評、砲兵、両翼に騎兵を配備した。 5月26日、スペイン軍の砲撃で戦闘が開始された。当初スペイン軍左翼の騎兵部隊とイタリアのテルシオによるフランス軍右翼への攻撃は撃退された。フランス軍はスペイン砲兵を沈黙させようと騎兵による攻撃を仕掛けたが、ワロンのテルシオ不評に阻まれ、一方スペイン軍の戦線中央部への攻勢もフランス軍に撃退された。しかし、 スペイン軍の猛攻は続き、ついに、フランス軍左翼の騎兵が耐えられなくなり、敗走、中央も崩壊し、スペイン軍は大量の捕虜を得るとともに大砲を、六角した。この戦いで、フランス軍は3200名が、戦死、3400名が、捕虜、500名が戦勝、または脱走した。戦闘の2日後に、ギー主の元に集結したのはわずか1600名であり、 そのほとんどが騎兵であった。一方スペイン軍の損害は500名程度でしかなかったが、デメロは深追いを避けたためスペイン軍がそれ以上の大きな戦果を上げることはなかった。戦闘結果は大勝利であったが、主戦線から離れてきたフランスでの戦果では戦争の大勢を変えるにはいからず、この後スペインはペルピニャンを中心としたカタルーニャ地方北部を失うこととなる。 ありがとうございます。